待たせいたしました。2006年原寸大ラジコンレースラウンド1恵比寿グランプリヒート1の始まりということになりました。実況解説は私なんですけれども、今回からこの解説席にはこの道10年の、野村さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。俺いや紹介は終わりですよ。いやこのレースの詳しいところはやっぱり野村さんに聞けと。もうね、目隠しレース、はいね、ラジコンですよ、はい、予選の時は1人ずつやっとったんですけど、はい、今回全員一緒にやっとるとですよ。そういうことになります、5台でのレースは超スプリントレース3周どういうことになりますか。それでは、午前中に行われました予選の順位でグリッドが決まっております。スターティングドライバーはご覧のメンバー。ただでさえ走行が不安定な目隠しレース、果たして5台全車完走できるのか。第1ヒートは3周、通常の南コースと同じインフィールドを使ったコースレイアウトで行われる。音の合図とともにスタートということになります。3、2、1、スタート。スタートいいスタートを切っていった。抜けてしまった。さあスタートは逃げた前、危ない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 。スタートを切っていった。その隣から岡村和義、しかしどうやら1コーナーを制したのは田中。しかしインからインから感動という岡村和義、これは激しい接触。そしてインラインをさらにカットした田中。2台がもつれている。 T ボークラッシュバイク、わあぶつかる右右右、まっすぐ田中と、そして岡村和義が完璧に T ボーク状態。そこへバックしてまたポーセー戻ろうというところ。さあこの辺での指示が苦手になっている。まっすぐまっすぐとかいう指示が飛び交ったんですね。はい、さあ、あーっとクラッシュ、また一瞬岡村和義、戻して戻して、まっすぐ、はい、もっと右、あ、左外壁に当たってしまいました。さあそしてゼッケン1番の田中もコースじゃないとこを走っている。さあこの辺はもうヨタヨタ状態。ゼッケン3番のマシン阿部ちゃんも右に左へ、どこへ行っているかどうかわからない。今トップに立っているのはゼッケン3番の阿部ちゃん、しかしその後ろからテール2ノーズでゼッケン1番の田中和弘がくっついているという状況で、しかしあーっとバンパー2バンパー抜いてた抜いてた。田中がインを刺した。そのインがあり万能マザーが来た。3台が横並び、ものすごい激戦のヘアピンだ。見事なスピン。左野村さん、これ3周レース持つんでしょうか。これね、大変ですよ。あのね、スポッターね、こっちから見るとね、姿勢がいい魚市場状態ですよ。はいはいはい、さばかい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 。そっくりですね。あの、そのシーンちょっと見たいですけどね。さあ、で、当たってるバンパー2バンパーで当たってる坂東雅人、その後ろ岡村和志、ヨタヨタと土手に乗り上げるマサ、一体何が起こったのか。どうやらゼッケン19番スタックしてます。スタック、ゼッケン19番が亀の子状態。右だ、どうやらここで阿部いい感じで切りすぎた。あちょっと勝ったな。これはダート走行よそめに、そこにゼッケン1番が入っていった。田中和弘が追い上げる。阿部ちゃん左どうだ、バックするかどうか。さあどういう指示を与えてるんでしょうか。バック当たったトップ争いの2台、もう激しいトップ争いですよ。そうバック3分なんで激しいトップ争いがバックで当たるんでしょうか。よくわかりません、このレース展開は。第1ゲート、スーパースプリントレース3周のレースはどうやら最終コーナー入った。ゼッケン3番の阿部が、さあこのままトップということになるか。どうだ、このままチェッカーフラッグを受ければ。しかしまだ最後まで右に左にハンドルを切りながらゴール、チェッカーフラッグ。第1ヒートの優勝はゼッケン3番の阿部ということになりました。
えらいことになっているファイナルラップの3番手争い、ゼッケン56番の岡村がどうやら縦横無尽の走り、そのまま行ったら壁今審査席揺れたんですよ今実況席が入れました、はい、そのまま、はい、ポンフックしたら、はい、3周のレースがなんでこんなに疲れるんですか注目の第2ヒートはこの後すぐ相棒の指示をいかに信じられるかがこのレースが決まっていうかほとんど全員左右間違いくんじゃんさあ雪降る恵比寿グランプリいよいよ2ヒート目の開始ということになります2ヒート目すでにグリッドに並んでいる5台第1ヒートの結果によりましてもうすでにグリッドについておりますのでいよいよこの結果で全てが出るということになります それでは紹介してまいりましょう注目はやはり4番グリッドゼッケン55番ゴーゴー大二郎ダウン今世紀最大のサバイバルレースの行方はスポットは静かにしておりますが、はい、突然のようにいよいよ、ね、騒がしい朝一番みたいになるんですよ、はい、いよいよ第2ヒートのスタートということになりますさあ西尾を極められていいスタート絶景一番のクワクモがいいスタートそしてタイがいったいやーいった押した早くも押してった平田大二郎がぶつかってった大ちゃんまっすぐですまっすぐですあちょっと左ちょっと左ちょっと左左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 大ちゃん左ですはいブレーキちょいブレーキ左ですすいません左です左ですあー危ない危ない危ないインターからカットはデッケン55番が危ないですねいやそしてゆっくりゆっくりスタートしていったのがデッケン19番の今村陽一これはいやー自らフロントバンパーをフロントバンパーを破壊しながらインカットインカットしてトップに出たトップ浮上稲田大二郎しかし車壊れてませんなんかボロボロになったですねどうやらデッケン55番の車とってすごいところボンネット巻いたまっすぐ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 だっつったんだまっすぐしかしどうせ前が見えないからボンネット巻いても何も関係ない逆走状態逆走危ないまさかのセーフセーフそろそろブレーキで右前回はいさあそして先頭はゼッケン1番のどうやら熊高信重さあ縦横無尽にインカット縦横無尽にインカットいらないでしょ危ない危ない危ないインからここでインから行った方がいいからワットインから強引にコースなきところを行ってあーとって危ない危ない危ないあの先は崖ばい左まっすぐ左その先野村さんあの先落ちると本当に落ちますからねもうね何十メーターも下に落ちるらしかったですよ、はい、あの先は本当の崖です1位2位の間隔が縮まってまいりました縮まってきたですねさあだいぶ間隔が縮まってまいりました先頭ゼッケン3番の風間それに来たぞーこれは7座押した飛ばしたいったすごいすごいこれはひどい左切っていってはいまっすぐ戻してはい戻してはいはいまっすぐ左はいまっすぐあ後ろ押されましたブレーキ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 飛ばしていきました稲田大二郎怖いものはないあそしてまたいやー2位に浮上した稲田大二郎危ないセーフ見えてるこれは左ずっと左360左まっすぐ心の目で見たんですよ心の目で見た2台が接触を免れましたさあ追いかける早い稲田大二郎が早いクイックだ危ない来たやばい危ない危ない ドカーン左危ない大さんがぶつかってきました、そのままブレーキで止まっててくださいあ
危ないよ、そんな T ボン。風間が車の中で浮いたですよ。今絶景1番も突っ込んでる、絶景1番も突っ込んでいる。熊が乗った場合危ない。まっすぐ、まっすぐよ、まっすぐ。まっすぐ前行ってください。動きますか。危ない、後ろからまたぶつかってきました。鉄拳3番の風間に鉄拳19番の坂東がクラッシュして、お腹痛い、もうダメだ、喋れない。さあストレートをまっすぐ行けない。ストレートだー、クラッシュー。先頭の田中が食べ逃げたぜ。右、減速、右、減速、右に切ってバックしてください。稲田大二郎が車がもうその姿が悲惨な状態で、ものすごい音を発しながら近づいてきた、煙が出てる。さあ来たこのレースは、ねえ、さあそのまま押せと。でね、このままスポッターがこのまま行っちゃった。押せと。さあ、ドン。喋れない。右、ブレーキ。そのまままっすぐ。大ちゃん、そのまままっすぐ押してください。そのまま押しちゃってください、もう。そうです。押しちゃってください。そうです、はい、左、大ちゃん左。こんなひどいのは喋れない。もうね、しかもね、先頭は稲田大二郎、ね、反対ちょっと曲がっとるですよ。あれもう雪降る中、とんでもないレースが。危ない横断してきた、コースを横断してきた。先頭のマシンがコースを横断してきた。これは危ない。しかしバックして戻る。ちょっとブレーキで止まって、ブレーキ止まってください、今第3が前にいます。ゼッケン3番の風間が止まっていた、そこはアウトから熊雲。これはひどいね。これはね、ひどい。これは野村さん、出なくてよかったですね。もう解説の方がいいです、よかったですね。もうよた、丘を越えて今最終コーナー。さあ、逆行った。危ない状況で、今当たる、どうだ。セーフ。暴走機関車稲田大二郎、ストレートの勢いは誰にも負けんですよ。それでもまさかの先頭をキープした状況。雪降る、このエビスグランプリ当たった。バックで当たった。バックしすぎ、抜かれようというところ、ここをなんとか阻止した形になりました。左全開で前、はい、前行ってください。あー、ごめんなさい、シャイン、はい、シャイン、今のチャンス。はい、バック、はい、オッケー、はい、OK です。さあ、来た、怖い、土手。ゆっくりと、スポッターが言ってるのを聞かずに、アクセル全開で前へ突っ込む。そしてここで、順位が入れ替わった場合、熊久保が4周目トップ。ゼッケン1番、ファイナルラップでチームオレンジ、そして2番手、トップ、ゼッケン3番、風間、デッドヒートになってきた。さあ、いよいよこの雪降る恵比寿グランプリ、3番手には稲田大二郎、煙を出しながら、異音を出しながら追い上げる。さあ、これはどうだ、3台での争いは非常にデッドヒートになってきた、この第2ヒートの終盤、ファイナルラップ。さあ、恵比寿グランプリ、ここで熊久保がこのまま逃げ切るか。来た、稲田大二郎が来た、追い上げてきた、煙を出しながら、もう走れる状態や。4台が絡んできた、1台は周回遅れ、19番は周回遅れ、クラッシュ。3台が、これが先頭争いです。ゆっくり、それ試合に、まっすぐ行って、まっすぐ。右、左。この3台が、4台が先頭争い。さあ、来たのは、55番が、早くチェッカー受けろよ。はい、まっすぐ戻す。大ちゃん、右、大ちゃん、バック。さあ、チェッカーが待ち受けている。ゼッケン2番が来た、ゼッケン2番が、チェッカーを、
して2位、そして2位ゼッケン1番くまくもチームオレンジで 3位はゼッケン55番稲田大二郎、4位にはチームチューナーの風間ということになりました。いや最後は白熱したですね。いやものすごい第2ヒートの5周、ご覧のような大事故です。大事故、これがまさに今まで全ての人たちが恐れていた、誰もできなかった、これが原寸大ラジコンレースですというところで表彰式です。2006年原寸大ラジコンレースラウンド1、いやーすごい展開でございました。すごいですね、あの3人がおしっこ散りましたほとんど、なるほどね、他が濡れとったんですね。そうです、私もですねあまりにもおかしくて喋れませんでした。これそのちぎったうちに一人ですよ。そうです、もうねこんなの見たことありません。さあということで、でも無事にね無事に終わった、終了いたしましたんで表彰式に参りたいと思います。これが3位というかどうかよく分かりませんけれども、第3位はゼッケン55番暴走機関車チーム稲田大二郎、参りましょう。今回の準優勝はゼッケン1番チームオレンジ熊本田中組。まあさすがですね、さすが、あの目つぶってても南は走れると言っていただけにですね、まあ、一応まあ準優勝ということで賞金は10万円ということで、今回の2006年の原寸大ラジコンレースラウンド1恵比寿グランプリ優勝したのはチーム EX のお二人。一応トロフィーがあるんですよ。トロフィーがありますんで。優勝トロフィーです。やったー。そして優勝賞金20万円。はい、金子で10年ぐらいないんじゃないですか。思うですね、見たことなかったです。はい、でもですね、あのこのチームはねただ淡々と走って淡々と、ね、最後なんとなく追いついて逆転勝ちしたっていうだけで、これねつまんない、つまらない優勝ですよね。今回のね、はい、認めろよお前、つまんない。これビデオで一番面白かったチームに関東賞ゼッケン55番ゼッケン55番には副賞は、副賞はねこっちの、はい、賞金をこっちに。それは嘘です、それは嘘です、ゼッケン55番のチームには福岡に行った際にはですね、中洲ご招待のむけんがしてくれるそうです。おあらら、マジですか。マジですか。マジですか。いやこれいつ行くのって聞かれてもいや、いつでも大丈夫ですよ。 F1 はじめですね世界でいろんなレースやってますけども、こんなデッドヒートを見れるのはですね、おそらくこの原寸大のラジコンレースしかございません。もうね5チーム中4台がもう最終コーナーで、この方々はこの原寸大ラジコンレースのプロですから、プロ、まあ、もちろん次回もですね自らあの優先して出てくるということになってます。ラウンド1のリザルトはご覧の通り、ラウンド2はどこでやるのかな。ほんと痛い。どうだったの。今回の MVP は風間に決まり、またのエントリーお待ちしてます。